クレイヤ・タカノリは、日本の元プロバスケットボール選手である。沖縄県沖縄市出身。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード。身長190センチメートル、体重83キログラム。2006年に、富山・グラウジーズにドラフト1巡目で指名され、プロ選手となる。以後、大阪へベッサ、ライジング・福岡、東京はパッチ、新州・ブレイブ・ウォリアーズ。 和歌山トライアンズに所属。その間に3度、BJ リーグオールスターゲームに選出された。幼い頃からバスケットボールに親しんでおり、10歳の時に本格的な競技を始める。小座中学校では1998年に全国大会優勝。北中スク高進学後も3年連続で、インターハイ、ウィンターカップ出場。日本大学在学中には2003年の、 全日本学生選手権優勝に貢献。U-24 日本代表にも選ばれた。卒業後、BJ リーグの富山グラウジーズにドラフト一巡目、指名され入団。2006から07シーズンに沖縄県で開催されたオールスターゲームには沖縄県出身者としては唯一選ばれた。2007から08シーズンまで富山の主力として活躍。 同シーズン終了後、エクスパンションドラフト実施に際し、富山よりプロテクトされるが、金銭トレードにより、大阪へベスサに移籍となった。プロテクト適用選手の移籍は、BJ リーグ史上初であった。2008から09シーズンは、大阪で9試合に出場した後、中西敦氏及び、ドラフト一巡目指名権との交換により、ライジング服を変え、トレードされる。さらに、 そのオフに、東京はパッチへトレードされた。東京では2009の10シーズンにレギュラーシーズン全52試合に出場し、プレーオフ出場に貢献した。しかし2010から11シーズンは、故障により13試合の出場に止まった。2010から11シーズン終了後、東京が活動を休止したため、翌2011から12シーズンから、 新規参入した新州ブレイブウォリアーズに移籍。2012から13にはキャプテンも務めた。2012から13シーズン終了後、古巣の大阪へ別歳復帰。しかし開幕前に半月いた損傷の手術を受けたため欠場を余儀なくされ、11月30日の島根、スサノーマジック戦でシーズン初出場を果たしたものの、 この試合で今度は右肩を脱臼し再び戦線、離脱。シーズンで27試合出場に止まる。2014年7月、和歌山トライアンズに移籍したが、シーズン途中の2015年2月に現役引退。2015年7月、現役に復帰し、8シーズンぶりに富山クラウジーズに加入した。B リーグが開幕したばかりの2016年10月1日。 富山グラウジーズと本人双方の合意のもと契約解除となる。2016年10月12日、島根スサノーマジックと契約。現在は富山に在住し、富山県内の大学で男子バスケットボールチームのコーチを務める傍ら、2017年11月6日、県内でバスケットボールスクールを開校した。ありがとうございます。